もっと聞いてね MBS MBS ヤングタウン、というわけでございまして始まりました MBS ヤングタウンでございますが、はい、今日はね、はい、後で紹介しますがゲストが来ておりまして、はい、まあ、僕はどうしても会いたかったんでですね、はい、であのわざわざ、まあ、東京収録なんで来ていただいたんですけども楽しみにしていていただきたい。私は笑福亭鶴瓶と三遊亭友と田口真理と MBS アナウンサー福島信弘がお送りいたします。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。もちろん番組の感想や日常あった出来事なども送ってください。メールはヤンタンアットマーク MBS1179.com ヤンタンアットマーク MBS1179.com です。またこの番組はインターネットでも配信しております。 MBS のホームページからどうぞ。アドレスは MBS1179.com です。今日はですね、はい、ちょっとあの福ちゃん紹介してください。はい、今日のゲストはチョコレートプラネットのお二人です。ね、お願いします。チョコレートプラネット長田です。松田です。お願いします。もうだいぶ前からな言うてたやんな。いや、師匠がずっと言ってる。そう。結局そこから共演されてなかったんですね。全然してなかった。初めて会うのやんな。めちゃくちゃ嬉しいですけど。めちゃめちゃ嬉しいの。そんな全然。いや、そんな師匠が見てくださってると思わなかったんで。いやいや、だからガヤはお前ら見るために見る。ガヤを見てる。師匠うちのガヤ見られてるんですか。そう。ガヤを見てるんですか。ガヤでな、はい、あのな、おさだがちょっと、はい、あのこれもちょっと割とね、お笑いでもマニアックやからね、はい、おさだが言うてるツッコミがもうおもろいんだよ、はい、おもろいね、あんまり嫌われてない。めちゃくちゃ嬉しいね。あんまり見てくれてる。俺なんで嫌われてないんだけどおもろいなって。そんなあれやんか、俺らでも、はい、笑いやからやっぱりね、あの、はい、工場委員会でもね、はい、何をやっとんねんこれと、はい、もおもろいやんか。あれ一般の人全く笑ってない時あるらしいですから。めちゃくちゃ面白いやつ。一般のやつが笑ってないやろなというのもおもろいやんか。でもガヤ見ててもそうよ。あ、本当ですか。だからちょっと突っ込んでんねんけど、そんなに拾ってないやつ。全然。たまにまとめてないやつもありますね。まあ。まあでもそうやから、はい、ね、その、はい、あのなんていうか嫌われてないから的外しても別にそれはいい。関係ないです。完全に当てない。もうどこから割れてる。ただ出してるだけ。言葉を発して。発して。なんか拾われたらいいな。いや、それはそういうのは見てるわ。緊張しますよこれから。いやいや、その。いやいや、自然にやってほしい。いやいや、ガチガチになります。師匠が見てると思う。師匠が見てると思う。めちゃくちゃ頑張らないと。本当に。頑張らない。お前や、お前。いや、俺だ、なんかそんなことがあって、俺昔、うがさんチャンネルでもう45年ぐらい前に、あの日テレ出てたよね、その和田子さんの番組で、はい、俺はコントやったりして、でもコントとフリーなとこあって、はい、ね、でコントの時に、あの、なんていうの、なんかちょっとずっ全然こっちスポット当たれへんやんか、はい、でも全員でとあの時代劇やねんけど、はいはい、こうずっこけるいうか、はいはい、ガンとこける時に、はいはい、あの全然自分だけおもろい思うねんけど、はい、なんかそれの関係ないもん持ってこうするねんね。それはある日な、あの紫尺って知ってるか、笠井紫尺の爆笑が、鶴瓶くんあれ面白い。うわ、いや嬉しい、これ嬉しい、これめっちゃ面白い、嬉しかった。だから別にもう細かくそればっかりやったら、もっと細かくしてた、その師匠にだけ分かるようにちょっとあげて。あ、もう見られてる一人ピンポイントで、はい、いやいや、それおもろいよ、それ言われたら嬉しいやんか。いや、めちゃくちゃ、そう、めちゃくちゃ分かる。僕らもなんかコント番組やらせてもらって、いや、このキャラでやっぱあんまメインがないんですよ、はい、サブキャラが多いんで、なんかサブキャラで目立てることないかなって言って、後ろでちょこちょこやるのが好きやったんですね。でたまに拾われるのがそう嬉しいっていう。あ、そうやろ。だからだんだんそれでもう世間が追ってくんねん。これ嬉しいですね、これは。だってもうずっとコントでずっと表してたじゃないですか。それでこうずっと出てて、でなんとかキングオブコントとか、我々勝手に僕らの中でも話してたら、いや、チョコプラがなんて持っていかないんだ、これだけを今お笑いが厳しい時代になってるって言って、最終的に IKKO さんのモノマネでこうパッと、いや、モノマネしようみたいなんでやるんだ、さ、まあ、誰かに言われた。いや、もともと IKKO さんがテレビ出始めた時に声が似てるなっていうのがあって、ライブとかでやってたんですよ。そのどんだけとか言うだけとかはやってたんです。でがっつりその紛争してやるっていうのは、そのもの顔も似てきてるやんかな。なんかどんどんあの本人近づいてた。完全にそっちになるんじゃない。佇まいとかもないです。だんだんやっぱり仕方とかね。はい、ほんなら泉元也も頑張ってもらいたいやんか。はぁ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 は
笑ってるだけ、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 受け答えせえへんけど普通に座ってるよ。泉元谷さんのモノマネって厳密に泉元谷さんのワードがないんですよ。狂言をやるしかない、狂言でやってほしいよ。狂言で受け答えをする、顔が似てるだけなんで、フリートークの泉元谷さんそんなにイメージないですね。イメージないので狂言をやるしかないですよね。だからそれ狂言やる時のコントあるやんか。あります、あります。そろりそろりとそれだけしかないんでね。二人がこうやってこう合体したの、こっちは京都やろ、こっちは金沢か、はい、はい、まあ、まあ、養成所で、養成所、あの東京の養成所です、十、はい、何年前に、うん、はい、そうですね、はい、どっちがどう思った、松尾がその、僕が誘いました。あのクラスは一緒だったんですけど、バラバラでやってたんですけど、はい、なんで誘ったの、いや多少いいなと思ってたんですよ、もともと、はい、だったんですけど最初すごい嫌いだったんですね。なんかものすごい関西人バリバリの感じ出して、まあ、関西人バリバリやった、いやそんなつもりないですけどね。普通にやってたのが多分言うんですけど、ちょっと強めに、強めで、なんかその NC ってやっぱ舐められちゃいけないってあるじゃないですか、そういうのがあるんで、うん、それでなんかこう関西、どんな感じやってお前、いやいや俺、いやそんな普通ですよ、いやもうあの授業とか始まる前に、よっしゃ今日もみんなで授業盛り上げていこうや、やるか、そんな、なかなかだろこれは、そんなひどいじゃないですか、そんな感じやと、いや感じに思ってたんですよ。で嫌だ、なんかうわこの人なんかきついなと思ってて、でも授業一緒になってって、まあ、こういうの面白いし、うん、と思ってたら、あの同期にシソンヌっていうコンビが、あシソンヌね、シソンヌが、シソンヌもなあいつやんか、俺シソンヌもあるとは、シソンヌやとあいつちゃうんかな、あのあれ、あの友近と一緒に出てる、ああそう、ジロー、ジロー、はいはいはい、あいつ頭おかしい、おかしい、おかしい、ジローな、俺いやジローって、はい、それ知らないね、シソンヌも知らないんだけど、はいはいはい、友近の見ててこの A スタジオ出よったから、はいはい、見てたらこの汗出てきたから、塩にこいつって誰やでこいつ誰やってずっとなってんの、あ、なるほど、友近なんですか、そうや、友近に次郎やって聞いて、次郎って誰やねん、シソンヌやっていうことだった、あ、なるほどなるほど、その次郎同期なんですよ、あ、同期なんで、そのシソンヌが2人ともその日2人とも合わせたわけでもなく、長田くんと組みなよって言ってくれたんですよ、はい、別々に、はい、関係ないのに、長田誰とも組んでなかった、その時は、なるほど、それやっぱりちょっとなんか圧迫が強いから、なんかね、こういういやいや、なんかその何回も組み直せてみたいな、うん、でたまたまその時はもう一人になってたんですよね、うん、で僕も一人だったんで、うん、でそう言われて、なんか人に言われると、うん、あそんないいもんかなとかって思い出して、うん、で言うた、で言って、うん、はい、で組んだろうか、勇気ったやろ、あんな初め嫌やったのに、はい、ずっと、まあ、一緒にずっと行かなあかんねんからやな、ね、い強い関西人で、強い関西人 で言われて俺最初断りましたからね、いやこれ、いや嫌われてんのも分かってた、いやそうじゃないですけど、いやこっち見た目が今こんなちょっとポップになってますけど、でも全然太ってなくて、うん、もうちょっとガリガリな感じで、うん、まあ、もうトムさんみたいな感じで、はいはい、ほんでもう髪の毛を五輪にして、うん、で眉毛も剃ってたんです、なんかじゃないですけど、もっと一緒に、お前の方がおかしい、何それ、関西人おかしい、新規なのええとこやなと思って、お前の方が舐められたらあかんみたいな、いや本当ですよ、何それ、え、舐められたらいけないと思って、本当ですよ、いややっぱす、舐められちゃいけない、いや眉毛剃ってでな、怖い怖い怖い、それで、いやこんなやつテレビ出れへんわと思って一回断ったんですけど、まあまあでも、まあ、面白いっていうのは確かに認めたんで、面白かった、面白かった、お互い認めはそれ認めたってたんで、はい、方向性は違うなんかね、そう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 、ね、とんがり方、まあ、まあ話し合ってるうちに、うん、ああなんかその方向性も同じだなっていう感じで、はい、いや俺らはピンやから、ピンでなくピンです、ピンですね、間違いない、間違いない、ピンやからあれやけど、その二人で組む勇気いうのはね、もしちょっと生活していってちょっともう嫌やなとかなったらあかんやんか、そうですね、じゃあロダンが鼻についたりしたら、同級生とかだったらね、まだね、なんとか告白されるのに、だから兄弟いうのはすごいよね、絶対もうなんぼ喧嘩しても、うん、もう、まあ、あそうですね、内原にしてもそうやし、中川家にしても、なんぼ喧嘩、はいはい、なんぼ喧嘩してもあれやんか、確かにそうですね、血ってな、すごいやんか、それ、だからそこは勇気いったやろ、それ、
でも逆になんかいつ別れてもいいぐらいの感じはありますよね。あんまりそんなこうよっしゃ頑張って売れるぞっていう感じでもなかったんですよ。話した時最初に。だから2人ともそんなお笑いマニアではなかったんですよ。お笑いをこれで売れてやるって感じじゃなくて、なんとなくやってみたみたいな2人やったんですよ、空気感が。いや、もともとでもさ、その入ったのはやっぱお笑いやりたかったから入ったんちゃうの。なんか漠然とだった、ね、漠然だよ、漠然だよ。その前に何や漠然だ、漠然となんです、本当にいい加減な入ったんです。違うさ、お前がどんだけ幻じゃない。違うんですよ、僕お笑いやる前に、人の部分さ、便利だな、前に段ボール工場で働いてた。関係あるへん。関係ないですよ、段ボール工場で働いてたんですけど、なんかちょっとその毎日同じ時間に起きていって、うん、もう本当単純作業がなんかこうちょっと向かないなと、なと思ってた時に、ちょっと高校出て段ボールやったの。高校出て段ボールはやってた。段ボールみたいな感じで。何やった。高校出て僕は専門学校に出てた。何の専門学校。放送系の裏方さんの専門学校行って。ああ、やっぱりね、放送の関係がちょっと興味あったんや。はい、ただその学校が、うん、理事長が使い込みとかして、うん、なんで一緒に潰れちゃったんですか。ついてないやつ。いろいろややこしいんですけど。ややこしなった。だからそういうのがあって就職結局しないで。親怒ったやろ。はい、まあでも2年間じゃ。なんとかそこから働いたんですよ。そのほんでマジで段ボール拾うようになったんだ。拾うやつじゃないですか。段ボールしから段ボールは箱を作る工場なんですよ。拾って橋の下で組み立てて。違うの、違うの、あれの専門じゃないの。違う、そういう学校ないでしょ。違います。段ボールしから箱に作る工場に行って単純やと、はい、それでちょっとなと思って、で NC 入ろうと思って。NSC で勇気いるで、それは裏方やろう思ってたのに NSC 入ろう言うねんから、うん、いやだから裏方の学校行った時も番組作ったりするんですよ、うん、その時も結局今考えたら全部自分が出たりしてたんですよ。どんな番組作って、なんかビール工場に行くみたいなのを作るって。工場好きやな。工場好きやな。そういう状況ばっかり。瓶集めるの。いやいや、瓶集めるのか。箱も集めてないですけど。そういうロケなの。そういうロケじゃないです。それで缶を集めてやってないんですよ。元からあったんだよ。ダンボールに行く。そういう人たちみたいにして言わないでください。で、もうなんかブルーシート工場ないじゃん。そろっちゃう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 。野良犬連れて。どこに向かってるんですか。どこに。そんな番組見てみたいけどさ。そういうじゃない。いや、そういうでも、ほんでも入ったら、はい、入った親はどない言うてん、お前その2年だけは言うてるの、うん、NSC ってね。もう NSC の時はもう何も言わなかった。まあ、とにかくまあ家は出てってくれた、それでいいっていう。実家出てってくれた。何人兄弟？2人です。2人の妹です。妹。長男。長男。長男は、はい、そっちはどうやねん、おさ。僕も長男ですね。長男。で妹がいるって感じなんですけど、まあ俺は妹同じなの。はい。僕4つ、3つ下ですこっちが。ああそうか。ほんでお前とでも京都やろ。そう、僕京都で、で、まあ、実家が町工場なんですよ。ほんでこいつが勤めとった。いや違う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 違なんか見えたんですよね、うん、なんか線路がなんとなく、まあ、このまま実家ついで、はい、結婚して子供育てみたいな、まあいろいろあるんでしょうけれども、なんとなく見えてしまって、はい、それがちょっと怖くなって、一回ちょっとなんか外出たろうと。それ偉いな。俺らはもうほんまに何もなく大学2年でもそのまま弟子入りしたからね、うん、分からないなんて、将来がどうこうとか全くなく、うん、とにかく落語家になろうもん。だからなんかその今まで何の不自由もなかったんですよ、別に普通の家庭で、別にヤンキーになるわけでもなく、賢くなるわけでも、貧乏でも金持ちでもないっていう。でなんかこの死ぬ前にこの、まあ、例えばおじいちゃんになって孫に話するときにエピソード少なと思って、なんかエピソードなさそうな人生、そう人生やなと思って、でなんかこうやってやろうと思って東京出てきたのね。
東京出てきて何しようかなと思って、まあ、せっかくやったら、まあ、昔お笑い好きやったんで、うんうん、まあ、ちょっとやってみようかなみたいな感じで入ったんがいくつやん、で25ぐらい、ちょっと遅いですよ、そ、でそれで東京 NSC ですね、だから関西で、関西の NSC、 そう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 、だから別にお笑い目的で、うん、あの東京行ったわけじゃなくて、うん、何かしら自分の人生をちょっと変えてやろうみたいな、そうなんです、ね、ちょっと待って、まず退屈な、え、なんかそんな風に思ってたのかなよく言って、よく言ってるような気がするな、よく言ってるって、本当は違うんだね、多分ここ 1,2 年でそのエピソード作ったんですよ、本当は多分相方がそれ言ってるのが間違いない、多分本当はなんかこう軽いノリで東京出てきただけだったんですよ、東京楽しそうだな、イエーイで出てきたはず、いやでもなんかある意味ではそうなんですよ、別に、いやだからそのノリなんですよ、別にここにそれはなんかおじいちゃんになった時はないよみたいな、だから別にそうじゃん、これはでもないよお前は、ここ 1,2 年で作った、でも解散です、あれ今日もって大ニュースお笑いになったって言わないな、いやいやいや、でもそれはもうほんまに、いやほんま そういうことを、まあまあ実際はそこまで思ってなかったけど、ぼんやら思うやろな、やっぱり、そうなんですね、だからまあだからお二人とも別にガチガチでお笑いで成功してやろうっていう気持ちはなかったノリで、でもやっぱりショーっていうか、まあそういうレースに出るわけやんか、でそれでガチガチになりだした時はどれぐらい、これいけるでって、いやでもなんと、でも組んで結構すぐ早い段階でもうそう、まあ3年目でキングオブコントの決勝行かさせてもらったんですけど、これで何やったんこのキングオブコントで、あの古代ローマのネタなんですけど古代どんな、ちょっと古代ローマのネタみたいなあって、はい、はい、なんかまあまあ、うん、待てヘカタイロス、どうしたクロメテウス、そんな怖い顔して、貴様先週の土曜日一体何をしていた、言っただろ、壺に取っ手をつけるアルバイテトスだった、壺に取っ手をつけるアルバイテトス嘘をつけ、お前私に黙ってオリンポス建設のオフィリスエリアスと3対3のゴルゴンコンパニオンに言っていただろゴルゴンコンパニオンになど私は言っていない、ああ白を切るつもりか、だが証拠ならあるのだ、お前がワイ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 楽しそうにザワタミスに入っていくのをホメロスが見たと言っているのだザワタミスに行ってカラオケリスに行った、ただそれだけの、ただそれだけだと、ただそれだけだ、私はただそれだけのことをもう1年もやっていないのだ、私にどうして誘わなかった、どうして誘わなかったのだ、お前は豆を袋に詰めるアルバイテトスがあると言ってただ豆を袋に詰めるアルバイテトスなんだ、もうやっておらん、今はマクディルナルディスで働いているのだナルディスで、まあこんな感じで、それはもう、もうやっぱり完全に入ってんね、もうすぐにもういけ、あのすぐできましたね、今めちゃくちゃ、はい、すごい、ちょっとこの後出てくるかと思ったんですけどしっかりと出てるもん、何年ぶりかにやりましたけど、はい、出てくるもんやな、入ってるもんですね、やってみるもんすね、やってみるもん、できるもん、これ面白いね、どちらがネタを考えてるんですか、まあ、大体僕が考えてますね、松尾が何もせんとブラブラしてるのも、そうです、そうですよね、いやそれはね、選手言ってたけど、そういうのも必要やねんって、えなスカブラですよね、スカブラよねって、スカブラ、スカブラ、なんか仕事はつかないけど、うん、なんかブラブラしてんねんって、うん、でだけどそういう人が必要やねんって、はい、会社には工場でも何でも、はい、それはもうすごい大事なことないと、ムードメーカーみたいな、チョコレートプラネットにいらないと思うんですあれ2人しか2人のうちで2人しかやってない、でっかい組織やったらもうスカブラあるかもしれないけど、2人でやってるんだ、 50% がスカブラ、だいぶスカブラと考えない、社長と専務でやってるんだ、だからそれこそだってコントの小道具とかも全部、いやそうなんですよ、全部僕がやってるの、企業で、そうなんですよ、お前あれやな、お笑い時の小道具とかは僕もハポクに全部作らせてましたから、ハポクに、あ、発注したんですか、僕発注したんです、僕自分で全くできないからダジャレ考えて、あともうあのえでっかいマッキーとかも、あ大黒マッキーとかも全部ハポクが発注え、ああれハポクが作ってるんですか、作ってたんです、でハポクはそれで発泡シロールを作るのが上手くなって発泡芸になって、ハポクに、そういうことなんだ、名前変えてハポク、今なんかできた君でもちょっとややこしいんですけど名前え変わって、事務所の社長に言われてなんかできた君に名前変えられた、変わったんですか、ハポクがよく分かんないから、変更してハポクに、ね、こいつの連れやが俺がやな、その本出しとったんやけど、はあ、本 のところの帯になんか推薦書いてくれて俺書いたから、で馴染みのないできたくんはみたいな感じで書いてたかって、そうそう彼もまだちょっとアホなんであれもだからまだ八方くんで自分慣れちゃってるんですよね、ほとんど会話中八方くんですって言っちゃうんで、あ、したっていうのをずっとやってるんですよ、寄せでもう最悪なんですよ、自分で作ってんの、自分で全部作ってますんで、その前のいやすごいですよ、
スカブラは何もしてないの。僕はたまに大掛かりのものを作るときに、はい、単独ライブの時とかね、大掛かりのものを必ず作るんですよ、うん、その時にあのこことここを貼っつけてくれとかを言われて、うん、そうですね、下請けです、下請けです、下請けです。そんな企業やったら企業やったよな。そうですね、一応美大とか行ってて、だって美大か、美大行ってて、まあまあ実家も町工場で、そういろんな工具とかもやってる昔、すごい、あの拷問のネタのやつあるじゃないですか。あ、そうですね。あれに出てくるあのこんな機械、けこつそぎりですね。あ、うん、それが覚えられないんですけど。覚えなくていいですか、別に。なんでけこつそぎり。けこつそぎりっていうコント、めっちゃくちゃ面白くて、はい、そこに出てくるあの拷問の機械が見たことのないめっちゃ面白い機械出てくるんですよ。え、それも作った。そう、作りましたね。あれ作らなかった。作った。だから本当にプロが作るような小道具ばっかりだから心が踊るようなやつ。こっちから見たらゆるキャラも作りましたからね。ゆるキャラも作った。そんな発注あんのんちゃうの。わらび舞妓ちゃんっていうね、その京都の何舞妓ちゃん、わらび舞妓ちゃんっていう京都のわらび餅をモチーフにしたゆるキャラなんですけど、まあわらび餅なんで中の人が透けちゃって見えちゃってるっていう。お前何のせいやん。いや僕その中に入って言っちゃいけないですけど、僕じゃないですけど、僕にいた人は中に徹底してる。ゆるキャラグランプリも出ました。そう、出た。出ました。へえ、まあ、これそれは知らんわ。いやあれ、僕見た時どうしたチョコプラって思ったんです最初は。本当にあんなすごいコント師の方が急にゆるキャラやり始めて、やっぱテレビって大変なんだなって本当に。そしたらでもそれもバーッと人気出て、もうすごいやられてるから。へえ、お前結婚したやろ。結婚しました、はい。5月の18日です。はい、ついこの間です。ニュースになってましたよね、はい、スカブラコンです。スカブラコンです。奥様1個さんやってちょっと収入が上がってきたので、ってきた結婚だっていう。結婚、はい。そっちは結婚してんの。僕結婚します。2年前に結婚して、この前あの第一子も生まれました。生まれた、はい。ほんな落ち着いたな、2人とも。そうやけどなあ、よかったやんか。落ち着きました。ようせやけどな、何にもせんとブラブラして出てきたのにもかかわらずやね。だんだん形ができだった。いや本当そうですね。いや実際もうこんなお笑いやってるって思われないかったですもん、自分の中で。いや本当3、4年ぐらいでもうやめるんだろうなぐらいな感じ、僕も思ってました。思ってたよ、はあ、多分だからキングオブコントの決勝に3年目で行ったのがだいぶでかいんです、ね、でかいですね。それでみんながあのコントのイメージで見てくれるようになったんですよね。コント師だみたいな。いやだって2008年相当前衛的なコントじゃないですか、今のだって。もうそうですね、まあ、でそれでなんとなく仕事がどん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 続いていって、なんか辞める隙がなかったっていう感じですね。あ、それがほんまやろね、やっぱり。同期の子孫の影響とかもあったんですか、なんか。あ、子孫の方も割と出てきてる。荒引き団でずっとあのホモのコント。そう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 。はい、でだそれこそ2014年のキングオブコント子孫と決勝最後戦ってみたいな。もう最後の最後の同級2組で決勝を争うみたいな。でずっと2組でライブもやってたんで。そうなんですよ、ユニットのライブとかもしてて。いやもう震えましたね。いや震えま、なんだこの人生面白いと思って。これこれこれこんだけ笑いおんのにな。笑いおんのにずっと同期で、それで片っぽが勧められたよ、一緒になれ、ずっと来たんや。そうなんですよ。で最後決勝で戦うっていう、どっちかが優勝するんだっていう最後になった時にもうたまんなかった。そうですね。いやこれちょっとドラマやな。いや本当ですね。いやあいつらも東京の。そうです、そうです、はいはいはい。そんなことないんや、不思議やな。不思議です。あれあの時戦った時あれですか、あのごめんなさい記憶違ったんですけど、あのポテチ切るやつ。あ、そうですそうです、はいはいはい。すごいですね。いやポテチ切るコントなんですけど、ポテチを、袋を開けに来る業者がいるという設定のコントなんです、ね、どんなやつ。言葉で言う言葉が、言葉がね難しいな、難しいな、難しいな。ピンポン。いやいやそんなせんで、なんでするの今。いやいや分かるよ、どういう説明してくれたら。説明ですか、まだやろうとしてんだよ。これすごい、こんなに贅沢に、こんなに贅沢に物がない、物がない状況でやるなんて。いやこっちがそのポテトチップス袋開かない時あるじゃないですか、硬くて。で
開かないから業者を呼ぶんですね。で僕はポテトチップス開ける業者 で専門的な器具を使って開けていくんですね。で最終的にポテトチップスは開けて、まあ料金が1万2000円ぐらいになるっていう。めちゃくちゃ面白い。あそう、その小道具をそのポテチをクリーニングする機械とかも全部自分で作ってみたいな。動くんですもん、その本当にクリーニングしてるんですもん。だからそれは本当にすごいですよ。そうなんですね、それはすごいことこだわり、そんなものも作れんの。そうなんですよ、それもモーターで動くんですけども、もうそのポテトチップスが工場やってた人ともう本当にいけるよねこれ。いやあと僕もし早く出会ってれば八方君じゃなくてもっと小道具作ってもらったら。そうだね、もっといいやつ多分作ってる。そうですね、はい、すごいモーターとか使って、どんどんそうなってくるの、やっぱ学んでくるのこれやろう。いやなんかこう発注したりもしてたんですけど、うん、なんか微妙に僕が求めてるもんじゃなかったんで、うん、じゃあ自分で作っていた方がその自分が求めてるものをクオリティ高くできるので、はい、自分で作っていたらなんかできるようになった。マナーでやってるの。いやそのだからそのチェックとかをたまに聞くんですよ。なんかそのさっきのポテチのやつの開けるやつだったら、ちょっと来たやつって、これモーターまずこれ1個目ねっつって、これウィーンこの速さ、2個目ウィーンどっちがいいとか。そんなに変わらない。いやでも全然やっぱりそのスピードで面白さが違うんで、ワクワク感とか。そうなんです、速すぎてはダメ、遅すぎてはダメっていう、うん、すごいな。だからキングオブコントの予選の時にネタ合わせしないで最終的にその機械のメンテナンスで、でも動かないと、はい、そうなんですよ。みんなねその決勝に行ったら、はい、あのセリフが飛んだりとか噛んだりっていう恐怖心があると思うんですけど、はい、僕はあの小道具が動くか動かないすごいわかりますよ。小道具使う人はみんなね、あんまりね、そのお笑い芸人には共感してもらえないんですけど、あのモーターの、そうそうそう、バッテリーとかさ、だからロボコン出てる政党とかが共感してくれる。決勝でね一番大事な時にモーターが動かなかったね。ロボコン見てたら分かるわ、なんとか構成がみんな動かなくて泣いてね、はい、めちゃくちゃ分かるあれと思やってる時に動かなかったこともあんのか。いやありますあります、うまいこと動作しなく、やっぱりそれ受けが弱くなるんですよ、はい、タイミングが違う。あこっちも心がちょっと、いや多分あとみんながもう分かって、もうライブ見に来てくれる単独ライブの時とかはもう長田さんが何かを作るとみんな分かってくれてるんですよ、そのお客さんは。なんでこれ作ってるなって、何になるんだろうってなって、多分見てる方もちょっと緊張してるんだと思うんですよね。動くかなって。それで一回あったのがなんか目が光るやつ、なんかそのなんだっけ、あの目の手術、あレーシックをしてきたって、僕がレーシック手術してたらあのターミネーターみたいな目になる なったっつって、いやその俺の知ってるレーシックじゃないよっつって、で本当っつって、でそしたらなんかピカって赤く光るっていうのがあるんですけど、その水中メガネを改良してそこに中に赤いのつけてるんですけど、それを僕の中でそのなんかそのコードを水中メガネの中に入れてこう僕がカチカチするのかなと思ったら、それだともう全然面白くないっつって、だからもうコードレスにするっつって、水中メガネの横はもうコードが何もないですよ、これ貼っつけて。でどうすんのっつったら、あの遠隔、うん、でリモコン誰かにやってもらうと、はい、そうそうそう、それもスタッフにあれを改良してやってるんですね。そう、あの大人のおもちゃの、あの飛ぶやつあるじゃないですか、離れたところ、はい、離れてもね、すごい、知ってんの、大人のおもちゃの飛ぶやつって、だから遠隔操作、いや違うわ、お前だ、一つ前行っとる、なんでこのまま飛ばしとんねん、ブーンブーンって震える、震えるやつ、震えるやつを勝手に入れられて、あ、電車の中とかでみたいな、どういう状況、何そういうやつですよ、電車の中で飛ぶからみたいな、なんで電車の中で、電車限定なんだ、どこやってんだ、そんなされたことあるの、違う違う、電車以外でもスクワットちょっとやってみる、スクワット先週の放送、一瞬だけ、ちょっとできるのか、スクワットちょっとやってみる、今はしないの、体力つくで、スクワット、ラジオでやってる、体にはね、ラジオじゃなきゃダメでしょ、テレビでやってよ、それを改良してやるって、袖から誰かにスイッチ入れさせて光るって、それがうまく作動しなかったんです。うわうわ、これ怖、これ嫌やんか。でそれが1回目2回目単独ライブその1日あったんですけど、1回目でそうなっちゃって、そしたらもう1回目と2回目の間ネタ合わせしないで持ち込んできたあのハンダゴテ使って、ずっと修理してるんですよ。そうです、僕のあの単独ライブの楽屋ハンダゴテ煙出しながら、でそれ2回目うまいこと直して、はい、うまいこと、すごいな、すごい、その短期間で直せんのもすごい、直したんです、何や、えらい器用やな。そうですね、工場つげえや。
いやそうなんですけど、ね、工場ついててもなんか新しいことやってたもん、まあでもね、いやでも工場ついてても、だから工場ついててもやること決まってるんで、うん、ああそうかそう、単独ライブで、まあまあ単独ライブでコントで物を作るのはもう楽しいでしゃあない、そうなんですよね、いろいろなものを作るのが楽しいんで、なんかどんどん大きくなってますよ、なんか R1 の決勝今年もなんかもうすごい、あそうですね、ジェットコースター意識みたいな、ついにここまで来たかってぐらいの、ね、はあ、はあ、うわうわ、俺はそこまで見てなかったわ、はあ、泉元也とどんだけがね、おもろいの全然違いますね、何なんや、実はいろいろあるんですね、実はいろいろあんねんな、実はそっちなんですよ、はあ、ああそう、はあ、ほんならあのお前の細かいツッコミのおもろいのはどっから来たよ、あれ大学時代、大学時代からあのまあ友達に言うたりしてた、あでもなんかそんな感じでしょうかね、でもあでもでも結構そのユニットコントのそのライブっていうかその番組ですね、そのコント番組であんまメイン張れないっていうところでどう目立つかっていうところでなんか考えてたのが大きいのかもしれない、ね、そのメイン張れないで他のメインは誰がいとんの、だから松尾とかですね、あそうあ松尾とかこういうキャラ立つん で、うん、でこれがメイン張ってるわけ、あのジャンポケの斎藤とかもそういう、そう、そういうキャラ強いのがメインでやって、僕らはそういうでもなかったんで、うん、あだからちょい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 入れていくっていう、いだんだん上手なってきてるな、うん、そうですね、いや上手なってきてるかどうか分かんないです。大絶賛。分かんない。未だにそんなの言われたことないんで。いやそれね、俺うちのマネージャーの、あいつあんまり言われてないんだけど、あいつすごいでって俺うちのマネージャー。マジっすか。ずっと言ってたよな。めちゃくちゃ嬉しいです。今までコントとかは別にそこ知らなくて、単純にこのうちのガヤを見てってことだ。うちのガヤ見てこの二人見て、こいつはおもろいの分かってるやんか。うん、こっちがやな、松尾おもろいねんけど、やっぱこっちで突っ込む突っ込んでなんや言って調べたら泉元やが。だからこれ調べてなんやこいつ。ツッコミに興味持ってくるし、ね、ツッコミ発信でなかなかないですか、そのそうやね、はい、そっこやね、そういう人もいてるで、そんないやすごい、だ僕らそのコントでボケツッコミがあんまないんですよ、うんうん、結構入れ替わるんで、うんうんうん、ネタによって、うんうん、だからそんなしっかりとしたツッコミっていう感じもないんですよね、うん、今日はなんかあのセンターマイクあるけど、あれ漫才すんの、はい、いやもう分かんないですけど、いやネタをやってきて、まあそうですね、でも、はい、あんなん漫才しかないやん、確かに漫才はせえへんねん、漫才しないと、せやろ、はい、誰やあんなんね、音は拾えるんですか、音は拾えるんですか、いやもうここでできてたやん、さっき、まあ、さっきはああいう感じだったんですけど、さっきできてたもんね、そこまでこの番組あんまりコントの方、コント師の方いらっしゃるんですね、俺はコントやと思って呼んでへんねんもん、それを2人が、俺は二人がおもろいと思って、あいつらに会いたいな、言うてた。一行とここ、うん、小突っ込みの。小突っ込みの。小突っ込みの。いやいや、でも一行も、あの、なんか、一行も一行で、松尾も、なんかもう、ふざけた顔してるやんか、いや顔ですか、ふざけた、ま、ふざけた顔してるよお前、いや本当ですか、いやいや得な顔してるわ、あーありがとうございます、うん、まつ毛長いですよね、あまつ毛そうですね、綺麗な二重です、何の意味がそれやったら俺もまつ毛長いで、確かに長い、意外と長い、確かに長い、マスク長い、濃いですね、本当だ、濃くてね、そう言われてるよ、言われてるよ、それ以上に上まぶたが長いよ、そっちだ、腹立つな、晴れぼったいでよ、小さいな、いやでもこう、あそうか、俺それを知らない、俺見たかったな、その今度これから見ていくわ、今年も出んの、そのそうですね、今年も出させていただこうかなと、で予選から来るの、そうですね、予選から、はい、予選から言ったってもう途中飛び級してもうたらいいの、そんな、いやでもなんか1回戦2回戦はなんかパスみたいな、パスみたいな、へー、はい、あー準々決勝ぐらいからのやつ、でもコント番組ずっとネタパレとかもずっと出てるじゃないですか、そうですね、はい、相当な数作ってるんじゃないかなと思って、そうですね、家どこ置いとくねん、家に、え、どうぞ、小道具、あ小道具です、ジェットコースターなんかどこ置いてんの、いやそうですね、まあその劇場の倉庫とかに、うん、まあ、黙って置いてたり、まあ家にも置いてたりするんですけど、はい、じゃあ本当に置き場所がないんですよ、だから本当にまあ売れて、倉庫を作りたい、倉庫と工場は作りたいなと、工場も、いや作るとかないですよ、やっぱ家で作ってるんで、アトリエみたいな、家で作ってる、家で作ってるんですよ、だから嫁は怒るやろ、怒るんですよ、ガラーってやってたら怒るんで、うちの倉庫ちょっと空いてるんでよかったら、本当ですか、子供ぐらいもうあれダジャレの墓場使ってないですでも家賃払ってない、家賃払って1万円払った、払ったのか、安どこやどこや、中野です。
中根え、そんなにもあるんですか、うん、あります、あの、友達のところ勝手にちょっと駐車場の上をにも使ってない、もう落語家になったのにまだちょっと捨てきれなくて、いつかやるんじゃないかと、炊飯器20個ぐらいありますから、そこに、いやでも、あの小道具使ったやつじゃないやつもいっぱいたくさんありますよ、すごい面白いやついっぱい、そうそうそうですね、だからまあいろいろ作っては、まあ壊したやつもあるんですけどね、いろいろ、だからそれもったいないなと、で今のそのそう言うてる水中メガネのあれはもう完全にいつやっても光るわけ、あ、光ります光ります、はいはい、セーブできてる、だからまあそういうのは、まあコントできていっても それがあって、やっぱり捨てていくっていうこともあるやんか、もう古なったら、ありますね、はいはいはい、古なることもあるね、それはあります、あります、あります、最初に多分作った小道具みたいなのがあのイカのコントっていうのがありまして、僕らあの僕がイカと人間のクォーターっていう全部設定が4分の1だよ、どっからの発想やん、イカと人間のクォーター、クォーターでということは足がいや、あの頭はもう三角でイカすわ、そうそうそう、で手足がまあ10本ぐらいあるみたいなん でそれがあのファーストフードのバイトの面接に来るみたいな、どうなんでしょう、いや、ほんでなんかそのポテト上がるときに自分の手も一緒に上がっちゃってみたいな、手が上がっちゃうんですよつって、で手見せたら手だけカリカリになってるみたいな、でそれも作らなかった、その売れたんで作ったんですよ、そのイカの衣装を、手もカリカリになってるのも作るの、手カリカリになってる、その塗ってね、ちょっと色をつけてカリカリになってる感じにしてとか、だからただあの白のスポンジで作ったんですけど、だん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 その劣化してきて、その巻きっきになってきて、スルメみたいになってきたよ、ね、そうなんですよ、それは捨てたんで、だからそれは捨てましたよ、いやでもそれはなあ、そんなもん、まあ、置いとけないやろし、もったいないけど、おもろいねんけど、これはもっぺん作らなあかんようになるやんか、ね、ありますね、松尾どれが好きやねん、お前だ、人のずっと作ってもうてたやな、いや僕はでも本当にすごいなと思った、そのゆるキャラ先ほど言ったんですけど、わらび舞子ちゃんっていうの、はいはい、そのゆるキャラやってるって簡単に言いますけど、そのゆるキャラの素材からも全部作ってるんですよ、あの何ですか、ビニールのシートを買ってきて、はい、それを熱でつなげて人形にしてるんですよ、え、そうなんですか、あれ、はい、なんか元があるわけじゃなくて、いや、じゃないです、もう本当にビニール1枚買ってきて、それを切って、でまあ服と一緒ですね、型紙作って切って、ほんでそれをそれこそあのビニール袋とか余った袋を接着するやつあるじゃないですか、熱で、まあ、あれでちょつけて、すごいのができるの、いや、そうなんです、それで最初は本当に透明なビニールなんですけど、これだと透明すぎるっつってスプレーでぼやかすんですよ、バーって、つや消しみたいなやつ、はい、でやって、で初代のやつは膨らん、ゆるキャラな人形なんて膨らむんですけど、そのブロワーってあの空気を送るやつあるじゃないですか、それで後ろから穴をこうやってブワーって入れて、それでやるんですけど、5分も経たないでしぼんできちゃうんですよ、でこれしぼんできちゃうなって言ってたら、何日、まあそれ何ずいぶんやってたんですけど、そこからちょっとしたから新しいのができたっつって、でそれはもう自分でもまた作ってきた、改良したらあのファンみたいのつけてその外の空気と中の空気を循環させて、もう独立していけるっていう、もうバッテリーを松尾の中につけて、でそのバッテリーでファン動くようにして、だずっと空気が入るようにして動きやすいです、それそこそこ大きい石が作ったゆるキャラですよね、その中に、いやでも普通に石でもこんなレベル、笑い舞子ちゃんの見方が変わりますよ、そんなすごいんだと思って、だからちょっとね、すごいの作りすぎて、これどっかで買ってきたんだろうとか思われるようなやつがあるんで、それがもったいないか、だからもう美術さんが作ったんだろうなと思っちゃうよな、まいこちゃんが言うたらええやんけ、これはあの相方が作りました、いやいや、なんかでもそういうなんかそういうのあまりにも言っちゃうとちょっとやぼったくなる、実はあとで、あれ実は細田が全部自分で作ってるらしいよってなれば、何日後に改良してファンを入れ替えするのか、それすごいすごい、まあまあ言わんでもええけどすごいでそれは、まあ、そうなんです、お前ぐらい褒めたれや、いやだ僕はそれは本当にびっくりしたんで、これは今もう本当にすごいっつって、いやいやすごいぜ、まいこちゃん、まいこちゃん驚いたよ、いや驚きました、だってもう誰の手助けもなく一人でできるんですよ、それも何日かしたら、ね、もう好きでしゃあないね、その作るのが、いや、そうですね、楽しいんですよね、だから工場でそのまま残らんで、その人いたらよかったっていう、もうちょっと先っちょ濡れてんねん、先っちょ濡れてる、興奮しながら笑い声が出て、持ってないですよ、それ絶対濡れてる、絶対濡れてるじゃない、ギンギンなってないですよ、電動ドリルの持ちだ、あんなしながらギンギンなってたやばいやつです、これは特殊な性癖だ、これは大変なこと
でしょうか。性癖やん、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 ありますからなあ、ほんま絶対そうやって、お前ハンドスクワットやってくれや。スンドゥ、あ、スンドゥ、ヒンドゥ、ヒンドゥ、スンドゥ、今スンドメでも今おかしくないですか。スンドゥって何や、どう言ってんだよ、寸止めでしょ、なんかみんなおかしなってんねん、おかしくなって言ってた。いやでもすごい、今小道具使ったコントと小道具使わない普通のコントもあるじゃないですか、 どれぐらいの比率なんですか。半々ぐらいかな。小道具の使わないコントもあるの。あります、普通 の松尾 の、うん、あ、はい、あの変な声を使ったコントとかもあるんですけど、ちょっとやりますので、はい、それちょっと、あ、それはもう三八前、あ、じゃあ三八前でやります。一回どっかで稽古してこんでいいの。あ、大丈夫です、はい、できんの、すごいな、はい、あ、そう、できんの、はい、はい、じゃあお願いします、はい、コントアルバイト、はい、じゃあ松尾くんね、今日からね、働いていただくんです、はい、接客業はね、挨拶が大事なんでね、はい、挨拶練習しましょうね、はい、じゃあいきますよ、はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。なに変なこと言って、すいません、見て、え、なんか聞こえましたね、見て出たよね、見てなんか聞こえましたけど、うん、なんだ、犬か、犬いないよ、いないですよね、うん、なんでしょう、え、頑張ります、僕じゃないです。あ、じゃあ頑張ります、お願いします、はい、大変申し訳ございませんでした、大変申し訳ございませんでした、見て言ってるよね、なんか聞こえました、見て言ってるよね、すいません、僕ですよね、すいません、ちょっと緊張しちゃって、緊張しちゃって、はい、緊張しちゃって見て出ちゃいました。ちょ、もう出さないで、はい、お願いします、ありがとうございました、ありがとうございました、うん、そんなそんな溢れてそうなの、どうなって、身が溢れてる、怖い怖い怖い、飲み込んだよ、みー、そういよ、どうもありがとうございました。でももうあのね、あのおさだ満足してない、何も作れないから、身が出る機会を、身が出る機会を、もう言うことになったね、それ常に作ってない、これこんな何も作らないもんね、やったんやろ、本当に生態をうまく改造してみたいな、常に売れてないとできないわけじゃない。これもあの相方が身っていうのを出せっていうのをあれなんで、言ったら僕はあの相方の作ったも小道具みたいなものなんですけど、全部委ねてるじゃん、赤塚不二夫さんのタモリさんみたいな感じで言うんだお前。そうですよ、ちょうどええやん、このお前は言われたら身出せるわけ、身ですよ、はい、ミーって、はい、面白い、笑ってる、笑ってる、面白い、先ちょう濡れてんじゃん、どういうこと、面白いコント見て、ちょっとなんすか、さっきからもちゃんとしたセクハラですよね、しっかりとした、ね、ちゃんとしたね、すごいですね、だいぶ前から基準がだいぶ下がって基準最下がっても違い方向の猫とは違うんで、違いますね、言った方がいいですよ、じゃあ CS やからね、これ CS じゃない、 CS じゃない、 CS のラジオはなかった、お金払って聞いてるやつ。大阪ではやったことないの。大阪で行くとか、例えば大阪の NSC とか NSC じゃあ NGK 劇場とか。ああ、まあ、行ってます。はい、行ってんね。行ってます、行ってます。あの京都祇園歌劇場。そこも行くね。あ、行ってます、行ってます。もう各劇場行ってますよ。沖縄から。沖縄も行ってんの。沖縄から。日帰りで行きます。日帰りで。沖縄日帰りで。日帰りですよ。もう全然日帰りです。どういうこと、沖縄日帰りで、どういうことって、朝行ってそうそうそう、劇場やってんで帰ってきて、そんなんお前ものすごいお金いるやんけそれ。いや、そりゃそうですよ、どういう、でも僕ら自腹ではないんであれですけど、うん、そうですよ、沖縄行って自腹で行けんからね、やってんで夜幕張の劇場行って、あります、あります、あ、そう、ケツカッチカチですよ、ほんまに。だってよく聞かない、新宿大宮をずっとなんでも往復してる、ありますね、新宿の劇場1回目出て、次大宮電車ですぐ出て行って、大宮やって新宿やってっていう、もう行ってこい、もう、はあ、これだからどん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 交通機関が進化すれば進化するほど疲弊していくわけですもんね、はい、いや、そうそうそう、名古屋もリニアができたら40分で行けるわけですから、そうそうそう、東京名古屋行ってこい、行ってこい、これ全然もうそれあるやろ、それ沖縄あんねんから、沖縄行って日帰りで帰ってくるんねんから、そうそう、怖いですよ本当に、そういう時やっぱり小道具は持ってかないですか。いや、持っていく時もあります、飛行機なんかそれこそもうちょっとした犯罪者みたいに扱われたり、いやいや、あんないろんなもんさ、いや危ないです、使い方も分かんないですし、ね、そうそうですね、でも劇場にそんな大きなものなできへんやろ、いや、あの一回これ番組でそのちょっと下ネタっぽいやる企画があったんですよね、うん、下ネタっぽい、はい、下ネタのさっきのローマのやつを下ネタバージョンでやる、うん、ああ、そうなんだ、うん、その言える範囲で言うと、いや、そのそれがあの天が
ていうことが、あ、天がね、はい、天が、その天がを槍にして天ガヌスの槍みたいな、あ、天、あ、天ガヌスの、そうそう、うん、でそれをちょっと待って、お前何笑ってんの、笑ってない、過剰反応してない、今はしてない、うん、俺があのね手術した後、うん、友達が天がくれたんやけど、うん、ふにゃふにゃやから入らへん試したんですね、一応、いや、そのただびちゃびちゃなったよだけ、ぬるぬるしてぬるぬるしてびちゃびちゃして、いや、それ天ガヌスの槍っていう小道具を沖縄で作ったんですよ、うんうん、その収録まで沖縄の劇場が入ってて、うんうん、で沖縄の劇場でその天ガヌスの槍を作られたでそれを持ったまますぐ飛行機乗って収録飛び込みやったんですね、うんうん、だからその天ガヌスの槍を沖縄で作って、うんうん、で、飛行機乗って収録会場に向かうんですけど、その飛行機乗る時にその検査場あるじゃないですか、うんうん、いやだからそのカバンにね、あのリコーダー刺すみたいに刺して行ったんですよ、うん、ほんでそのままカバンごと通すつもりやったんですけど、そう、もう通すつもりやったんですけど、その検査員の人がこの先出てる棒何ですかって言われて、これはまあそのあれ槍みたいなやつです、槍って言って、いや槍って言ってもそんなじゃ小道具ですっつって、でちょっと出してもらっていいですかみたいな、ちょっともう家族連れとかめちゃくちゃいいのにめちゃくちゃ恥ずかしいやんと思いながらこう出したんですよ、でも先っちょ天下ついてるわけですよ、がっつり、で女の人やったんですけど多分見たことないでしょうね、知らんでしょうね、先っちょ天下じっくり見てるんですよ、じっくり見て、すいません、これ一回ちょっと検査機通していいですかつって、恥ずかしい、で天ガを天ガの槍がじっくりこの天ガの機械に入っていく、はい、機械にあれ入っていって、後ろ見たらスキャナーでそのスケスケの天ガの槍が映ってるでこれ一回見てこれすでもう一回通していいですか、いやもういいでしょって、こう天ガの槍でなんか犯罪起こすわけないじゃん、はい、ね、天ガの槍持ってこれフィリピン行けとか行くわけないじゃん、何なんだと、マジ、まあしょうがないんですけど、テンガヌスの槍が何かわからないですね、まあ、それでうまいこと通して本当にいけたよ、いけたよ、大変なんですよ、だから小道具っていうのは、ね、そうでしょうね、僕も一回あの油肩ぶらってブラジャー半分やっぱり荷物検査で、はいはいはい、普通にそれ3枚持ってた予備も含めて半分肩ぶらってやつを、はい、もうちょっと調べていいですかって、はい、もうやっぱりもう犯罪者の気持ちじゃないですか、だって今からブラジャー出ること分かってるんですから、色の違うちょっともう黒と白とピンクのやつがこれ出てきて結構ですお取りくださいって言われてもう何の言い訳もさせてもらうんです、だからもう変態として通されたそういう趣味趣味だっていう、なんか向こうも悪いことしちゃったね、見ちゃったと思ったでしょうね、なんかね、そうか、しかも綺麗になんか綺麗に3つね一緒に出てきたんですよね、うまく引っかかってそういうことありますよね、子供のグッズ大変なんだもん、いやいや、でもそんなんやと思ってなかったわ、もう、あ、本当ですか、すごいな、これからもっと楽しみやな、あれもありがとうございます、笑ってるよ、いやいや、お前はスカブラやからね、いやいや、スカブラ必要だ、必要らしい、スカブラは必要だ、スカブラいらないですよ、チョコレートブラジル、スカブラはもうでも自分で小道具って言い始めちゃってますからね、おささん作った小道具タモさんじゃねえんだいや、それはでもほんまにもう、まあもちろんチョコレートプラネットってええ名前やんか、ええ名前も誰がつけたよ、いや、なんか2人で考えて、はい、どういう意味かなと思いますね、確かに、ええ名前よ、本当ですか、うん、でもなんかあんま深い意味はないんですけど、なんか耳障りもいいしね、なんかそのお互いなんか好きな感じのワードを持ってきて、うん、でやったわけ、ね、でなんか略されたらすごいなんか売れた感じするじゃないですか、いやいや、これ略せるやんない、いやいや、なんかチョコプラって、まあ、ね、言われてますね、なんかすぐ訳してもらえる感じになる、テレビのラテランも絶対分かりやすくチョコプラって、そう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 、だからなんかそういう感じになればいいなみたいな、でもまあ売れ出した感はあるやろ今ちょっとずつ、まあ、そうまだないの、でもなんかどこが売れたって言っていいんだろうっていうのはある、まあまあまあ、売れてもやっぱりそっからずっとも う半永久的に続かないと売れたじゃないからね、かだからそこういくとな、いやいや、だからやり続けることやつ、そうですよね、だから まだ売れたとは言えない、まあでも結婚する前はまだそこまで名前出てなかったやろ、まあそうですね、はい、でももう出てて、あとこうなんかもうこれポンっていくんだろうなっていうのはみんな、まあ、ね、まあ、まあ、そんまあお笑いで一応食えてはいたので、あ、はい、なんかそれはもうそんなコツコツ作って食えてなかったら材料費も高いですよね、材料費もバカになんない、そうでしょ、こんなファンとか使ってたら、いやそうですよ、そうやろ、材料費バカにならないんだお前、いやでもそれも全部やってくれるんで、ふざけんなよ、便利っすよ、便利っすよ、そこは折半とかじゃなくて、いや俺は全然自腹でやった、わらび舞子ちゃんなんかすごい金額じゃないですか、お前だ出せよちょっとぐらい、いやです、
そこだけ派遣するじゃねえ。あんなに多くなって言ってた人だから消え物だけ僕は用意するっていう決まりだった。消え物だね。さっきさポテトチップスのネタだったら安いチップス安いな安いな安いでしょ。買う機械とかもやっぱその開発しないといけないで、そのないものを作っていくんで、だから失敗とかもあるわけですよ。そうそう、だから本当はまあ1万でできるものを3万とかかかるわけです。かかってんねん。ちょっとぐらい出したらや。嫌です。なんでやねんお前。なんでやねん。なんでそれは固くない。絶対に嫌です。絶対に嫌。ダンボール工場で働いてこうよ。ほんま拾ってこう。拾ってないですよ。違う、素材を素材を拾って拾うものを作ってました。素材を拾って、ダンボールなんかいいダンボール拾ってきて、固いダンボール素材拾ってこい。拾ってこないですよ素材は。でもどんどんこれな、こっちへ注文できるよね。いやいや多分こんなんやってくれへんかとか。そういうのでも言われるんじゃないですか。例えば先輩とかになんかあれ作れないか昔とか。そうですね、まあ熊田正史さんとかに作ってくれみたいな言われたことありますけど、はい、それやったらキリないわな。そうですね、まあ、まあでもなんかちょっ と提供するのも面白いかなと思う。でもね、やっぱり最近ちょっと濡れてる、ね、濡れてる。興奮しながら作って興奮しながら先輩のハンダで半田で先っちょからカウパー出てないですよ。言うなカウパー。やっぱりギリギリありますからねこれは。あ、今日ギリギリですもん。放送です、忘れんな。いや分かんないですよ。師匠だけ違い方言なんですよね。そうです。意外と大丈夫。大丈夫。お前が言うな。行ききらない時が。たまに本当にあこれもオンエアなるんだって時ありますけどね。ね、これもオッケーなんだっていうのは確かに。これダメでございます。わきまえてらっしゃる。そういうの。以上ね、医療用語として言ってるわけです。そうそうそう。それ全く師匠と同じ言い訳してました。師匠同じ。医療用語って言えば言うみたいなことで。そうそう。あのやっぱりもう言うと病気の名前とかね。いやそれはそうですよ。俺はもう前立腺炎からね。そうそう。じゃないですよ。いやいや、それ俺。なんて言えばいいですか。それを盾に言われても、ははっていう、ははっ、ははっ、ははっ。でももらいに行った、その奥さんのところに。奥さんは誰やの。女性です。女性。普通の一般の方です。一般の方。はい。どこも昔から知ってた。まあファンか。いや、じゃ、知ってはくれていましたけど、3年ぐらい前、2年半ぐらい前にパーティーがありまして、カリスマ美容師の誕生日パーティーっていうのがあったんですよ。怪しいパーティーですね。まあ、なんか東京っぽい感じ、東京っぽいじゃないですか。で、僕それ先輩にちょっと連れてってもらって、ちょっと面白そうか行こうっつって。うん、でそしたらその今の奥さんも友達に連れてこられていて、パーティーに。パーティーに。はい、でなんかそういうの行くとなんか芸人が行ったらなんかその女の子をなんかその主催の人がなんか一緒に飲みなよみたいなやってくれてたんですよ。うん、でその中にいた人。僕は知ってたかな。もう言うたら一個さんやからね。一個さんの前です。一個さんの前やった。一個さんやる前ですね。一個さんの前って。一個前です。一個前。一個前。一個前になっちゃう。ややこしい。ややこしい。でそれで知り合ってそこからですね。ああ。そのパーティーをなんか後からなんか聞いたら、そのパーティーで袴田さんが、はい、あ、フリースタイル。あのパーティー。あのパーティー。あのパーティーのあの丸る前の。それでよう言われてる。出てたら。どうやらその同じところにいたらしくて。怖い怖い。うわいたんだと思って。見ました袴田さんのこと。いや奥にビップルームあったんですよね。そこにだった出ましたね。ひょっとしたら奥さんが袴田さんとそういう関係になってたかもしれない。アパフリ？アパフリ。くーじゃねえよ。くーじゃねえよ。感情。何だこのリアクション。どういうくーってたまんないみたいな。おかしいでしょ。え幼なところの奥さんとどういうところ。僕は学校の友達とか。あ、違います違います。僕はもともとその神保町花月ってあるんですよ。その花月の受付やってた子なんです。はい。でたまたまトータルテンポス藤田さんと知り合いで、でなんか藤田さんが紹介してくれて感じですね。吉本ってやっぱりみんなこうつながりがあって。吉本はなんかやっぱすごいですね。先輩とのこのもう先輩がつながりというか。いっぱいいっぱいがいろいろね。じゃ全部じゃないやろうけど、うん、つながりあるよね。劇場でやっぱ会うじゃないですか先輩も。ああ、まあ、そうですね。すごいですよね。まあ毎日誰かに会いますからね。そうですね。毎日誰か会う。劇場に行けば先輩必ずいるんで。はい。そうですね。すごい会うなと思ったり。なんか最近合わないなと思ったりそういうのでそういうのを感じますよね。す後輩で最近よく合うなっていうやつが出てきたりそれはやっぱり吉本のマネージャーもそれは感じて入れんねやろなそこへは。あこいついけるな。まあまあまあだからそういう座組はなんかルミネの出番とかすごいリアルっぽいですね。なんかリアル出ます劇場は本当に出ますね。なんか劇場ずっと出られるのもだいぶ
そうなんですよ。大変ですね、組数多いんで。あ、そうやわな。あ、だから結構僕ら、まあ、珍しく、まあそんなこの上がり下がりがなく結構ずっと出させてもらって、一番いいな、なんとなくこうなんかこう出てる人出てなかった人っていうのをなんか真横で見た感見てる感じはありますね。いやだから劇場も出れなかったら嫌やろな、そんな人。だから前は出れてもちょっとやっぱりこう仕事の量ともに、そうなんですよね、うん、これはシビアだなと思いますね、なんかこう。あ、そうか。うん、もう俺なんかはその、まあ、もちろんね劇場ありますから、はい、繁盛亭とか今度喜楽館できますからね、喜楽館、神戸にまた喜楽館、ガーミネタ落語協会がね、だから松竹はまあ別にそんなないけど、でも落語界ってだから恵まれてますよね。だっていきなり新人でも15分ぐらい任されて、ね、前座とは出れるじゃないですか。そうそうそう、あれでも力つくじゃないですか。だって本当に3分とか本当にね2分バトルとかね、そうそうそう、みんな最初何分ぐらいの最初でも本当にあれでも2分とかか、うん、2分、まあまあ本当の最初の最初は2分、そうですね、30組で2分でどないすんねん、まあ、さっきぐらいのネタやったら2分に行けるやろ、そう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 ですね、そんな感じ。1組30組出て2分みんなやって、1組だけ次のステージに上がれて、そしたら次は3分になったりとか、そういう感じです。ピラミッド式になってるんですね。あのピラミッドがしかもこうなんか、まあ、言い方ですけどこう一発的ななんか、うん、なんか色物的な感じで出た人もその中にいるじゃないですか。で結局そこで勝っていかなきゃいけないから、うん、結構有名な、うん、なんかそういう人がでここにいるんだみたいな。そうそうそうですね。あ、そう、はい、そうですね、まあ、劇場が多いんで、ポンと出た人とか、はいはいはい、その中で安定して出るのすごいですね。今だからしょっちゅう出てる人だって誰やの。劇場ですか。劇場、劇場、劇場はでも皆さんでも、まあでも、まあ、劇場番長って言われてるのはそのカウカウさんとか、カウカウさんもどの劇場もしっかりも出てる、はい、うん、そうですね、中影さんとかも出られますし、うん、皆さん結構あの辺はほんだかっちり名前のあるやつがもう出てくるわけ、まあ、ルミネとか多分 NGK とかで、うん、まあ、千鳥さんとか今あるんですよね、ノンスタさんとか、うん、ウーマンさんとか、まあ、そう、まあそこら辺はがっつり出たんですね。あ、そうか、はい、だからやっぱり見に来るわな、そんだけの人が出てきた。沖縄はどうやの、入ってんの。沖縄はだからそのこれ人によりますよね。あ、だからその人気ある人がいれば結構入りますし、結構シビアなんですね。結構、まあ、無名な感じで揃うともう本当にもう一人二人とか。一人二人ありますありますありますね。だってキャパでどれぐらいの。キャッパーはまあ200ぐらい、150とか、うん、この間沖縄行った時俺出よ、あの見に行こうかな思ったんよ、ね、出たらおかしいけど、まあ、ややこしいけど、でもまあ問題ないんでしょうけど、劇場が離れたからね、ちょっと違うところ行ったんやで。あ、そうです、よくよくご存知ですね。だからここ見に行く間劇場が違うとこ行ったり、そうなんです、国際通りにあったんですけど、もそこはまだちょっと入ってたんですけど、今もう港の方に行っちゃったんです。なんであんなとこ行ったんや。そうなんですか。いや、なんかいや、そのもともと入ってたビルがもう取り壊しになるっていう、その老朽化で、あんなとこ行ったらな、やっぱり観光客にくいですよね。人は全然いないんで、入ってみようかって人があんまいないで、そうなんですよ、で歩いてないんでね、目の前に人が。そうやね、だから そんなとこ行ったんかい。じゃあ余計シビアですね。余計シビアですね。だから最初なんか今日お客さん何人だって言ったら2人ですって、そうそう、前より2人ですって言ってたら、なんかバーって後輩来て、お客さん来ました、よかったですって、何になったって言ったら3人になりましたって言って、いや、その1人増えたところで状況は変わらない、あんま変わんないなって。逆にでも逆に全力でやりますよね、なんか。あ、それはね、飛行機で行って、も逆にもうなんか3人のお客さん、その3人で忘れない思い出に笑かさないとかって思うんで。いや、でも俺らでも、まあ、自分の言うのはおかしいけど、俺らでももう全力でやるからな。もうもうなんていうの、アホみたいにやるやんか。師匠も小さいとこも出られますもんね。小さいとこ出るから全力でやるやんか。それは千人キャップとも変わんないですもんね、やってるもん、やってるから全然変わらないから、はい、お前の会でも出たやんけ。いや、僕の会にも、ね、出る、すごいんです、もう急にだから7時開演で15人とか20人ぐらいのところに、今から行きます、いやちょっと待ってください、こっちもいろいろみんながパニックになるかなって出てくださって、出たんよ。そうね、それも
その人情話っていうかそれをちょっと稽古したいから出たら、はい、出たらそのね小さいとこやんか、はいはい、俺出るっていうのはもう知られへんかったんやけど、はい、そのなんで空調がそのおっさんに当たってたんやろな、はい、急に「見えたい見えたい!」って出だしてお客さんが急に何が見えたいんだよ、どういう劇場だよどういう劇場とか普通に落語会のお客さんで、まあ、年配の人が多いんだよ、見えたい見えたいって出てきたらどんなお前雇ったんだよ、いやいやなんで僕は嫌がらせで雇うんですよ、ね、で僕の時は普通 で,、はい、で袖でこう書を勉強しようと思って見てたら、はい、急に変なおじさんが叫んで「ああ!」って叫んで出てきたんですよ、でも何がで師匠もうネタ入ってるんですよ、はい、結構人情話でしっかり聞いてるやつを、はい、わーって止めた、でもとにかく止めた、ちょっと静かに静かに、やめが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 ちょっと目は分かりましたけど、ちょっととにかくあの目はちょっとお大事にしてください、ちょっとボリュームがあって、やめがね、ごめんね、ほんとでってその声がもうでかくてみんなそっちに集中して、空調がずっとその人のちょこそんなことある、抜いたらええやんけ、抜いたらええやんで師匠が下がってきたらもう治ってたんです、ね、ごめんね、空調のなんか煙たくなっちゃった、ほんで打ち上げで飲んで、打ち上げで飲んでました、楽しそうに、よかったよって言ってましたよかった、打ち上げ来てた、打ち上げ来てどういうこと、あの落語会でお客さんも打ち上げにいたりするんですよ、あ、そうなんですか、これね、俺は言ってないよ、そこは、はい、あ、そこは師匠いらっしゃるんですけど、結構これは僕もお笑いから落語会になったので、一番びっくりしたのが落語会ってお客さんが打ち上げに普通にいるんです、お客さん、え、それどうする、いや、だいたい芸人だったら普通にライブ終わりにみんなでちょっと飲んで、あれこうだったあれだったじゃなくて、うん、来てたお客さんも一緒に連れて、まあ、そういうとこあんねやろな、まあ、特にうちの人は、はい、それでなんかまあその一緒に飲むお金も払ってるわけやんか、そのいかへんみたいな、要はその打ち上げ費もお客さんが割って払うみたいな、え、あ、じゃあその、なるほどなるほどなるほど、出てる側は払わない、払わない、もちろん払わない、へえ、それって、まあ、打ち上げ会場はここですっていうインフォメーションするってことだったり、そういろんな時あるんですよ、移動しますとか、でみんなに紙配ったりとかして、これでもおかしいやろ、俺とも、俺はそんなんないわ、そんなんな、うち、うち師匠好楽って、うん、むちゃくちゃ酒飲みで、あとまあ打ち上げ代も、いやだから面白いね、派閥によるとお客さんと一緒に飲むんで、俺らは全然そう、だって入った時びっくりしました、だから知らないおじさんに、え、ちょっと君は全然だかみたいな、うん、酒を作れ、はい、で、あとなんだこれと思って、僕は思ったよ、お笑いの打ち上げじゃないんですよ、だから普通に師匠とかもいるけど、普通のお客さんもいて、でも大阪そんなんないわ、あ、それないんですか、うん、東京は割とそれ多いよね、それであのちゃんとこう、あ、そうなんです、ね、でお会計をそのお客さんたちで割るんです、芸人さん、聞いたことない、いや、すごい、まあでも何人と何回かあるな、そんなの、まあよくできたシステムだな、だって飲み代もかかんないし、いや、それいいっすね、でお客さんはお客さんね、楽しい、お客さんはだってまずそこに入れるから楽しい、楽しい、裏話とかも聞けるし、なんかその後もう一回打ち上げ必要な感じになる、そうそうそう、結局だからそうそうそう、それが終わった後にそんなとこ行きたないね、餌食やんか、そんな、いや、そうね、気抜けないですもんね、そこで打ち上げで大体嫌なお客さんがいるんですよ、なんか急に偉そうな、いや、いるんかい、いや、めちゃくちゃ嫌だな、君はまだまだ、あ、うわ、それは嫌だ、だから結局それのストレスがあるから長くなるんですよ、その後だからみんなで演者だけで飲みに行く、長いことやってるよ、終わった後打ち上げやって、まあみんなお客さんと行った、その後言うから、この間なんかあの幸之助なんか11時頃までやっとったな、あれ、うん、昼の公演なんで、ね、公演めちゃくちゃ酒飲むんですよ、いつまでおんねんって、あの酒飲めなきゃ入門できないんです、はあ、それもうでもうとにかく打ち上げばっかりしてて、うん、打ち上げばっかりしてて僕ら本当に一問で寄せ合わない、居酒屋でしかないから、ほぼ飲み仲間もうほとんど居酒屋でしか会わない、何なんですか、落語家の仕事もそんなにないし、みんな一問いつもによって違うんです、だからそういう、なんかちょっとまあ全然お笑いとはまた、まあそっちはそのライブ終わった後はどう打ち上げは別にあんねん、ちゃんとね、いや、まあまあ普通に自分たちにあるね、自分らで行ってて、ね、年間どれぐらいライブするの、いや、その2回ぐらい、いや、だから単独ライブっていう、うん、結構大々的にやるのは年1回ですね、どこでやるの、あの渋谷とか渋劇っていうところ、渋劇ね、あのあれやってるとこやな、あの落語やってるやん、渋劇で、あ、渋劇もやってますかね、あ、うん、たまにやってはるんですね、はい、そうですね、渋劇とかあと赤坂のレッドシアターとか、ちょうどいいキャッパぐらい、そうですね、やっぱコントって結構距離感が大事で、特に俺小道具作ってるんで、あんまり広すぎると見えないんですよ、だから500超えちゃうともう小道具が見えなくなっちゃうんで、じゃあ NGK の後ろの方とかだからやったんですけど、この前分からないんですよ、見えないから意味ない、そうなんですよ、だから
もうできれば300キャパぐらいがちょうどいいっていうか、あのこのモニターで映しても意味はない。いやそうですね、ちょっと300分で、そうですね、コントのモニターで、そうだからまあ300以下で、コントとコントの入れ替えはどうすんの、その何本かのコントするときに、その最近僕昔はブリッジの V 挟んで、うん、VTR 流してその間に着替えてやってるんですけど、最近は、V も作るいや V は分かるんですけど、いや映像編集そこまでは最近は2人でやります、だから片方が残ってやるんですよ、1人で。もちろんこの人残んないな、あで、はい、残ってやる でその間でも残す、それその間かわいそうやん、こっちばっかり仕事してるの、ま、いやいやいや、ちゃんと話聞いてください最後までいやその間俺が着替えてもう一回やる、で次は俺が残る、まあ、次はこいつが履けて、はい、着替えてコントやるみたいな、ちょっと数珠つなぎで、そうやったら許すわ、はい、許すわってなんですけど働いてない人ってことになっちゃうんですけど、そうそう、そういうやり方みたいな感じもやってますね、見に行きたいな、ぜひぜひ見に来ていた、いやでもちょっと緊張するな、緊張するからダメです、緊張せんでやるいやしますよ、ダメです、後であの V 送りますんで終わったらどうやりましたみたいな、普通の素人みたいに見るで、いやいや、こうすごい緊張しますよ、そんなの、いや僕らも緊張しますし、周りの人もそんなせいせいでしますよ、俺馴染むでほんまに俺の落語会タモリさん来てんねんもう、ああいやだから、いやだから緊張するんで、師匠じゃあわらび舞妓ちゃんの中に入ってみてください、すごい入りたいわ、めっちゃ盛り上がるじゃないですか、だ絶対盛り上がるじゃないですか。言ってもらえるんですか。はいはいはい、松尾さんかと思ったら超盛り上がる。めちゃめちゃ盛り上がってきて、そうですね。で入ってるはずの俺が普通に出てきて、あれ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 誰やねん。中目です。中目ですそれは。わらびまいこちゃんはなんかせなあかんのなんか。いや別に何もしなくていいですよ。中に入るだけです。中に入るだけやったらよかった。鶴瓶まいこちゃん目指しがたいよ。鶴瓶まいこちゃん。見てみたい。大河ドラマも前日に台本覚えらしいんですよ。それ本はどれぐらい前にもらうもんなんですか。だいぶちょっと前にもらう。だいぶちょっと前。それで入るっていうのがやっぱすごいですよ、ね。いやいや、入ってるかどうかわかんないけど、まあ途中で端折ったりされる。自分で編集する。ニュアンスで喋れるって言って。ほんだら隣で座ってる遠藤経理がブーッキョって。で NG になってお前笑うなと最後はうまいこといくんや、近藤さんはだって師匠の、ね、セリフ入れてるんですけど、なるほどなるほど、それがあまりのこう発症の、いやすごいな、それになってそこに途中でプーって笑いやった初めみたいすごいですね、やっぱ師匠、うん、尊敬しますよ、そんな昨日覚えてきたやつでやれるんですか、うん、やれるかな、うん、言ったけど、うん、ほとんどやれてる、ニュアンスで、あれなくなったあのセリフ、あの大事なセリフ、大体でもニュアンスやろ、サンマもみたいなちゃうの完璧に覚えてんやろ、やっぱすごいだって普通だったらやっぱり大怖いじゃないですか、絶対だってなんかそういう相手役の方が言ったら、ここへちょっと台本入れて、バカなのみんねんね見て、まあで本ちゃんあんないやんでもここに本番中に脇に挟んで見てるんですか、脇に挟んでてカーニングペーパー作ってるんですか、あのあれやんか、あの着物やから、はいはい、袖入れてるわけ、バカでみんねんで見てこうやなと思ったらだんだんいけるなと思いながら安心するやんか、はい、ほんなら、あごめんなさい間違ってました言うて、はい、何助けせなあかんかったやん、はいねはい、だから、はい、台本と助け一緒なんてバレちゃう入れてんのはバレんの嫌やから、グーッとこうしてたらこんななってガチガチになってガチガチって助けと台本に全部入れてるっていう風な自負がありましたからね、はい、現場で行ってますし、まさかそこに紙を入れてるの、丸バレ台本入ってると思わないでしょ、いやそんな人いないでしょ、はい、いやいないですよ、ね、ずっとこれで当たりましたね、だってこれずっとこれでやってきたんやからいやそれがすごいですよ、ずっとやってきたんですもんね、やれてるのがすごいですよ、そんなのすごいずっとやれてきたよ、すごいですよ、なあ、ね、でもそういう意味では笑いが、その代わりあれやで、あの雰囲気はええで、あそうあの場の雰囲気はめっちゃええやな、その朝から晩まで笑わしながら寝てんねんから、スカブラスカブラだスカブラスカブラスカブラですよ、重要ですね、ほんなら鈴木が早くちゃんとセリフも入れておいてくださいよ怒られて主役に怒られてんじゃん、笑わせてた
そんなことしてないです。そんなことしてない。ちゃんと覚えてくださいよ。入ってないでしてんですからね、本当に。カンペ見て。ちゃんと自分で。もう一回ちょっと見て覚えて。カンペ見て。でもまあ出来上がったらきっちりしてんね、多分。多分 OK 出されんやろんなもん。そりゃそうでしょうね。7月さすがにダメだったら OK 出さないですもんね。7月なんぼにやな、出てくる、そっから出てくるわけんから、まあ、でもいいでしょってこと見たいですね。そう、もしかしたら これが台本じゃないかな、ね、ちょっと価値観が膨らんでる可能性ある。ドラマは出へんの？ドラマないよ。いやー、ないですね。いやでもいけるやろこれ、うん、ドラマ。そんなコントされてる方って本当演技がすごいよね。あ、志村さんなんかほんまにうまいで、演技演技確かに。あの出えへんけどね、はい、そのドラマにほとんど出えへんけど、はい、あの高岡健出ないようにしてんすかね。そうやねん、あんま嫌 やねんって。へ、まあ、真面目な芝居をするの嫌 やねんって。さやけどあのあれやで、なんやポッポ屋か、はいはいはい、ポッポ屋の、ポッポ屋の志村健すんごい良かったやんか、はい、うん、やっぱり出てないから出はったらそのあれがあんねやろな、存在感が。そうですね。だからビートたけしもすごいやんか、はい、なんかな、うまいやん、それなんか雰囲気やね。狂気とか演じてもすごいですよね。そやろ、うなあ、俺は出やの。いやでもやっぱ台本、やっぱセリフ覚えないと。前提条件、はい、参考外なんかね、違う。だからそういう意味では師匠はもうだって量産賞持ってんだよ。いや、してますよ。七冠。そうやね。だからその芝居をしてるというか、なんかそのままじゃないですか。言ってくれ。最強ですよね。だから、ね、そのなんか芝居感がないというか。えらい、えらいこと言うわ。やっぱそれが一番最強だと思うんですね。松尾学びや、はい、いやでも本当あのすっごいですよね。あら、全然言うてへんやん。なんかあるやろ、その違う言い方が。まあ、全然言うてへんやんけ。いやでもすっごいですね。一個さんどうなんすかこれ。一個どうやんの、一個さんどうなんすか、鶴瓶さん師匠の。あのね、本当にね、鶴瓶さんってね、本当にあの美容にいいの。鶴瓶さんが美容にどういうこと。鶴瓶さんって口に出したり、鶴瓶さん見たりするじゃない。すると、お肌がプルプルになる。分かんないシステム。どういうシステムで分かんない。プルプルになる。分かんないですよ。メカニズムが。分からない。分からないんですよ。壊れたんだもん。すごい便利だな。一個さん便利やな。めちゃくちゃ便利。めちゃくちゃ便利。めちゃくちゃ便利。イズムモテもそれできんのちゃうの。はあ。できますね。できるできるできる。だから本当にこのモノマネに助けられましたね。いやだから今までそのガヤ誰にモノマネして言われた？いや別に、いやまあでもその番組にモノマネの番組出る時に何かありますかで一個さん。そう、もともと別にそのやってなかったんで、もうこっちも絞って、まあ、これだったらできるんじゃないかってやったのがたまたまハマったっていうだけで。でも本当にガヤみたいな感じの今までその、ね、出させてもらったんですけど、やっぱ返しがなかなかできないんですよね。はい、なんかその、ね、短い尺でテレビ的なポンって振られても、まあ、ポンって小道具出すわけにはいかないんで、はい、そうなんですよ。だからそこに行くとこのモノマネでポンポンって返せる。モノマネって強いよね。強いですね。だから最初のうちはね、そんなに時間与えられないじゃないですか、はい、だからそう、なんか短い時間で返すっていうのポイントで、今めっちゃ与えられてるやん割と。そうなんです。だからそこはモノマネでパンパンで短いの当てていって、結構長い間の当てられてる。ずっとだからもういつ来るかいつ来るかと思いながら、ずっと気持ちは一個に一個さす。せやわな、そうですね、あの中でやってたら。でこれは来ないだろうと思った時に急に来たりとか。一個さんのモノマネちょっと変わってきてますよね。なんか前はもっと一個さんのものってこう強くする人が多いけど、なんかリアルな一個さん。普段の喋り方、皆さんのやるやっぱ一個さんはやっぱどんだけとか幻なんですけど、僕はもう今最近はもうあの普段のね喋り方の一個さんを本当にやろうと思ってて、そうそうそう、本当にちょっと鼻声だ。そうなんですね。本当にここにいるってなかなかないです。あのトークをどうするかの一個ちょっとこう迷いながら喋り方。そう、喋ってずっとこうやって長々と喋ってんだけど、結局何にもないっていう一個さん。内容がね。内容が何もないって。一生懸命喋られてる。一個さんもちろん音やろうけども、一個、はい、さんのまあ普通の
時にそのなんかご飯食べに行ったとかしてないの？あ、ご飯とかはないんですよ、はい、洋服とかでもらってる？洋服はもうすごいいただいて。ああそう、はい、IKKO さんええ物くれるやんな、なんか化粧品とかプレゼントも、で手紙もくれるし、手紙も愛を込めて IKKO ってもうすごいんですよ。一回なんかモノマネ番組で共演させていただいた時に、うん、最初ご挨拶行った時にもらって、で次リハ終わった後にもらって、最後の挨拶で3つもらいましたよ、3回、紙袋にくれるんですよ、必ず化粧品みたいなのが、うん、1日3回あって、でそっからどんどんその洋服とか、はい、くれるようになった、はい、もう今の10着以上とか、これほんまにこれほんまもんなの、はい、そのモノマネやる時に IKKO さんがこれ絶対一緒の方がいいからこれ着てっつって、うん、でもらうんです。で終わった後、すいませんありがとうございました、これクリーニングして返します、あのねこれ本当着るって最初一回聞かれるんです、ね、着るって、いいんですかって、これ本当よかったら着てくださいっつって差し上げますんで、でこれが初めてもらって、そっからもう10着、うわそんなに持ってんの、会うたびになんかくれるようになって、着物ももらってます、はい、着物も持ってんの、相当いい着物なんじゃないですか、IKKO さんの着物なんで多分、前だからそのちょっと二人来てっつって呼ばれて廊下にまずこれねっつって、いつももらえるプレゼントをもらえて、突き出し感覚で、まずこれねっつって、であとこれ松田さんお洋服なんだけどよかったら来てくださいっつって、洋服三着、であとこれは着物なんだけど着るっつって着るっつって言われて、あいいんですかっつって、でお着物もらった、帯ともらって、であとこれお皿さん、これいつも松尾さんばっかりごめんなさいね、だからこれ松お皿さんもよかったらっつって、相方なぜか普通の服もらって、なんか普通の男性用の普通の服もらって、プレゼントよくわからないですけどね。いやだからもう気遣いでもう、そうめちゃくちゃ優しい、いや僕ばっかり、はい、僕にばっかあげてて、小沢さんに何もあけてないのが申し訳ないと思って、嫉妬してるんじゃないか、いや違う、いいんですよ衣装やから意味が違う、普段の服はもらってないですね、普段の服は、ね、あれですけど意味が違うんで、もうその嫉妬しないですよ別に IKKO さんの着てるドレスはいやだからあの人がずっと出続けてるのはもちろんそのね、うん、そのまあそういうキャラだけじゃない、うん、そのまあ自分でもやったある、うん、そういうところがいいのね、人柄がいいの、心遣いがすごい、すごいよね、お前エストにあったな、モノマネで嫌われても嫌やからな、いやそうなん、それも、うん、でもご本人もちろん公認ですもんね、だから、うん、結婚した時も電話いただいて、結婚式も、はい、いやそうなんです、それで電話あれした時に本当におめでとうございますっつって本当にね本当におめでとうございます、これ本当におめでとうございますっつってで松田さんね、式とかパーティーとかやるようでしたら本当に言ってくださいっつって、何でも協力しますんでって言ってくれて、式とかをする予定はなかったんですけど、それを奥さんに言ったら、いや IKKO さん来てくれるんだったらちょっとやろうってなって式やろうって、すごい、IKKO さんきっかけの結婚式で、それもご報告あった時に言ったら、何でも協力させてもらいますっつって、協力ヘアメイクと、いやいや多分その来てくれで、もし行けなくても何かしらその VTR にしろ何しろやらせてもらいますんで、それでやったの、やったあまだこれからなんで、いつや、ま、10月とかやんねん、はい、その場ですぐスケジュールも、師匠もあれ笑いマイコちゃん、笑いマイコちゃん、それマイコちゃんやってるんです、笑いマイコちゃん、それ面白い、それ面白い、笑いマイコちゃんで登場、めちゃくちゃなこと言うな、結婚式は余興で、余興で、笑いマイコちゃん、笑いマイコちゃん、めちゃくちゃ贅沢すぎる、来てる人みんな笑いマイコちゃんの振りが分かってるでしょ、そうですよ、俺強いね、ああいうなんは強い弱いよ、強すぎるんですよ、専門だから家族に乾杯やから、幸せな場所にはもうぴったりですよね、みんな喜ぶし、さだまさしも連れてくる、さだまさしも連れてくるってすごいですね、よく分かんなくなっちゃうんですよ、横で生演奏、生歌で新郎気が気じゃないですか、すごいね、これはすごい、いやいやでもすごいな、はい、そうなんです、もう本当今IKKO、もう IKKO さん、IKKO様様です、IKKO様様です、IKKO様様、お姉さんのおかげです、まああるわ、元谷さんには、あ、直接お会いしたことないですけど、ツイッターで何回か絡まさせてもらって、そう、以前喜んでくれてんね。あなんか喜んでもらってるみたいなんですけど、うん、どうやら俺がやってる狂言の流派が違うらしく、あ知らないよ、なるほどなるほど、ちゃんとした方がいいですね、だからまあ俺昔本当中学の時に一回習ってるんですよ、そうか、京都で、なんかその文化祭でなんか、はい、
生徒が習って、はい、京都はね、はい、大蔵流かなんか、ね、あそう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 、うん、それで、あのその大蔵流っていうのを俺も知らなかったんですけど、それやってたら流派が違うから泉流だ、泉流派覚えに来てくださいみたいな、あら稽古大変なことになっちゃいましたね、ややこしい、ややこしいよ、ややこしいよ、ややこしいよ、また流派が違う、それも流派、村松さんだ、それマンサーさんとか、マンサーさんとか、まあでもなんかそう言ってありがたいですね、あそう言うてくれたらな、でこの前ほんとあの番組で、あの奥さんにも初めてお会いして、あの秋さんにも、ずっと旦那が流派が違う、流派が違う、ずっと言ってるんだ、そう流派、一回なる、習いに行かないとな、おかん怒ってくんで、めちゃくちゃ、節子ママが、お前もそのママできそうやろ、僕できるんですよ、節子ママのママ、モノマネもやってるんです、あのやってんの、ビジュアルもマジそっくりやる、カツラかぶってメガネしてちょっとお化粧したらもうすぐ行けるんです。はいやってんの。もうええやんか、水見もそうなんですよ。今更出てる。親子で。親子で。一回だから出たことある。それいつ気づいたんや。それだからその元やできるってなって、俺も何かしなきゃいけないってなった時に、ちょっと軽くちょっとやってみるかってなったら、すっごい似ちゃって。激似。激似。以前元は超えるぐらいの。へえ。モノマネっておもろいな。まあ俺もようモノマネされるけど。そうですね。師匠はそうですね。だからメガネやったよ俺木下に。あのメガネ本物なんですか。お前や。これは嬉しいですね。モノマネ芸人か。いやモノマネ芸人じゃないよ。俺も今うんってなりかけちゃった。純粋にコントしてたから。違います。明日飲みに行くか一緒に。ゆうとくは松本さんですか。ああそうです。さだまさし、まっちゃん、俺な。すごいメンバー。めっちゃファンやねんてさだまさしの。あ、そうなんだ。俺さ、まさに仲良いから、それで飲みに行くねん。いや、すごいもん。すごいメンバーな。すごい。で、二人がもう飲んでたんやけど、俺誘われたんや。はぁ。ものすごい好きやねんて、さだまさしのことが。なんででしょうね。なんででしょうねって失礼ですけど、その、なんででしょうねって、どういうところなのかなっていう。いやいや、あの喋りとか歌とか、もうコンサートも好きやで。昨日聞いたら、板尾も好きや言うとだから世代やねんな。さだまさし世代やねん。自分らは誰誰世代、歌やったら僕らだったらグレイ世代じゃないですか。グレイ世代か。そうですね。僕は広瀬香美世代です。ああ一人なんですね。どっちピンポイントですね。名前変えはったやろ。いや、広瀬香美やなって、広瀬香美さんでなんとかこう、まだ、まだ分かってない。あれでなんかどうなりましたかね。まあどうなんでしょうね。広瀬香美問題で。いやいや、今日はほんまに出てくれました。いやー、ありがとうございます。まだ来てください。いや、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。